どうも皆様ごきげんよう、クです。それではゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム続きプレイしていきましょう。この先ヘブラ山脈登山口ということで、かがり火を見つけて、そうだね、前回のエピソードを話した方がいいか。リトの村のチューリーですね。チューリーがもしかしたらゼルダ姫のことなんか知ってるかもしれないので、合流しようということですね。ヘブラさん南岳の洞窟に向かったということなので、ここを上がっていきたいんですけれども、寒さがね厳しいらしいんだよ。でね、あそこにね眺望台もあるから、ついでに行った方がいいんじゃないかなと思うんだけど、どうなんでしょう。行った方がいいんですかね。ちょっと坂が急すぎるな。お、あれは、あ、もういる。早い。あそこにもあるの気になるな。ん？いや、チューリーたちじゃないな。これは、こんなものがあちこちに降ってくるなんて、空の上で一体何が起こってるんだか。セセリーさん。おや、これは珍しい。こんなところでハイリア人に会うなんて。猛吹雪の中山登りとは驚いたね、うん、何しろこの寒さら私らリト族ならしのげるけど、羽毛のないあんたにしてみたらさぞかし答えるだろうね。ああ、この坂をさらに登っていくとヘブラさん南岳の洞窟があってね、ちょうど今仲間がそこで食料調達の任務についているのさ。洞窟から光るキノコや魚が取れたりするから重宝しているよ。洞窟の入り口では居場所の目印としてかがり火を焚いていてね、もしも寒さで凍えそうになったらそのかがり火で暖を取るといいよ。ありがとうございます。まだまだこの上なんですね。で、凍えるやつらがいるの嫌だな。アイスキース、命中しやすくなる効果が得られる、うん、とりあえず、はい、 OK です。うん、他に落ちてるアイテムはないか。わあ、お前は何をしているんだそこで。はい。おお、やばい。まあ前も怖い怖い怖い。待って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 。怖い怖い怖い。あ、霊気の実だ。待って待って待って。よしよし、取れた取れた取れたね。オッケー。ふう。ここの敵は霊気のを使うのかって。おお。よし、燃えろ燃えろ、お前も燃えるんだよ。よし、待って、こんなところで燃やしたら素材が燃えちゃう。おおおおお、なに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 、そんなこともしてくるのかい。俺は素材が欲しいだけなんだけど、めっちゃ風で飛ばされるやん。風切り場の剣、大きな風を巻き起こすことができる。へえ、リト族のモロハの剣。なるほど、当たらんのかーい。ポーチがいっぱいなのね。攻撃力はどうなんでしょう。まあ他にも役立つアイテムいっぱいあるから、まあ今はいっか。ポーチがいっぱい。これは松ぼっくりか。はい。で、ここで暖を取っていただけかな。他に何かがあるわけではない。はい、理解しました。じゃあやっぱり上に登っていくしかないのか。
ただ上に登るだけだとな、収録映えはしないんだよな。これはどっちに行けんだ、あれか。はい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 、ワープできるようにしておきたいな。先にこっち行くか。ふう、上がってこれた、上がってこれた。で、サヒロアの祠ですね。行きましょう。救いは天にあり。お、通れるかな。じゃあそういうわけじゃない。天にあり。普通にジャンプで越えられちゃったけどいいのかな。とりあえずこれはジャンプでいいのかな。はい。で、はい。しゃがんでいく。しゃがんでいく。はいはいはい。まあ、赤いレーザーに触れちゃいけないんだろうな、これはな。で、こうだろうな。はい。うん。まあやっぱ通れる風回っぽいな。ほい。びっくりした。え、なになになに。ああ、そういうこと。おい、痛い。ジャンプとダッシュ間違えたね。おお、なんか昔のバイオハザードみたいなことやめてくれよ。マジかよ、そんなことあんのかい。怖。お、ちょっとずつやれって。これはしゃがみだね。こんな。でも宝箱が後ろの方にあったみたいだね。そっか。まあとりあえず終わろう。とりあえず終わろう。まあ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 、まあ、理屈さえ分かってしまえば。はい、OKです。ちなみにさ、宝箱取らなかったけどさ、あ、やっぱ宝箱取った扱いにはならないんだ。じゃあもう一回言っとくか。で、これはしゃがみでいいのかな。はい。これはなんだ。いや多分だけど、まあそうだよ。で、向こう側に何かある。はい、こういうことか。はい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 、理解理解。ピリ辛薬か。まあまあまあ、でもいいね。ありがとうございます。オッケーオッケー。怖っ怖っ怖っ。 OK です。じゃあワープで出れるはずだね。はい、 OK、 出てこれました。でもう一回マップ確認しよう。撮ってることになる、なってんね。 OK。 でこの低い位置の方に、あそこか。はい、あそこが多分南岳の洞窟でしょう。はい、到着。発見。ヘブレ山南岳の洞窟、ありがとうございます。 おや、外は吹雪だったのにこんなところまでよく来たね。ここはリト族が食料の調達によく来る洞窟なんだけど、お兄さんは何をしに来たんだい。なるほど、チューリを探して。チューリならギザンと一緒にこの洞窟の奥で食料を集めているよ。私はここで荷物搬をしないといけないから案内はしてやれないけど、洞窟の中には壁を跳ね回る生き物がいたりするからさ、奥を探したり行くときは気をつけてね。近づかなければ害はないと思うけど。
壁を跳ね回る生き物か。新しい敵とかいるんですかね。これはさ、違う。こういったものでさ、あ、やっぱいけんね。よし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 。こっちも燃やしとく。燃えない。よしよしよし。取れるじゃーん。ひんやります。ありがとうございます。よし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 。いいね。魚とかいっぱいいるって言ってたけど、本当にいっぱいあるんだな。怖いから、よいしょ、よいしょ、ちょっとずつ燃やしておこう。こんなんもう邪魔なだけですからね。よしよしよし、いいですね。よいしょ、もう、ない、燃えない。いや、岩があるだけか。上昇気流がある。よし、怖い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 。上昇気流のあるところないところがあるのか。はい、踏む。セーブ中と出ましたけれども、で、違う。いつも俺アイテム欄を見ちゃう。いるな。変なのがいますね。トパーズの剣とかコンボ、これで壊れるかな。壊れないですね。嘘だろ。俺はね、最近気づいたんですよ。さあ、岩を投げてこい。お、これよ。 OK、 よし、よし、まだいける。 OK、 いやー、いいね。ホラブリン、あー、前後に伸びたハンマー状の角。面白いね。で、旅人の槍があるから、これで、スクラビルドしろってことですね、これは。OK。これで採掘ができる。いやー、ありがたいね。夜光石か。まあまあ、でも、なんか特殊な装備を作るのに必要なんだろう。ほう。ほう。ほう？あー、魚がいっぱいいるね。ほい。ほい。オッケー。まあ、壁に張り付くやつは今はいいや。オッケー。一旦上がって。オッケー。よし。で、ここは暖を取ったりとかする必要はないとは思うんだけど。あー、なるほどね。はいはいはい、そういうことか。こういう時こそ使うべきだね。火打ち石ある。ほいで、そい。オッケー。バカ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 、ただの焚き火じゃそうならんのよ。で、なんだっけ、
松ぼっくり、松ぼっくり、松ぼっくり。ここに来るまでの間にだいぶ集めたはず。どこだ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 。これからだと探しづらいな。ハイラルぼっくり。違う。掴めるのかこれで。お、よし。びっくりするぐらい上がった。オッケー。よし、たどり着いた。早い。他になんかなかったりしないか。大丈夫か。向こう側にも道がある。こっちにも道がある。なぜ、どうした。え、ダメージをそんなに負うことある。ああ、怖っ。そんなこともあるんですね。岩ロックは掘削系の武器じゃないと。ああ、でも爆弾花とかでも倒せるか一応。あ、木の根か。あれ、チューリミ。全く困ったものだ。村のみんなのために集めた食料をもう置いたまま一人で勝手に飛び出していくとは。ん、ああ、ギザンさん、あなたか。おやおや、この吹雪の中アイリア人の方がどうしてこんな場所に。そうですか、チューリに会いに。残念ながら一足違いでしたね。私たちはこの周辺で食料を調達する任務に当たっていたのですが、先ほどこの洞窟の外を飛んでいく魔物の群れを発見したのです。このところ村の周辺でもしばしば目撃されている空の魔物でした。私はすぐ報告に戻ろうと言ったのですが、チューリはまるで聞く耳を持たず、追いかけて奴らの根城を見つけるんだと勝手に飛び出していって、魔物の群れを見たのはこの洞窟を出て北に見えるシャリバ岳の一本杉がある場所です。チューリが向かったのはおそらくそこでしょう。一人で無茶をしなければいいのですが。マジで、洞窟でチューリに会うことはできなかった。だがギザンからヘブラ山南岳の洞窟を抜け、北に見えるシャリバ岳にある一本杉の周辺にチューリは向かったのだと情報を得た。魔物を追って一人で出て行ってしまったらしいが、これはまずいですよ。こっから北に向かったところね。ひんやります。待て待て待て、下手くそかな。もう魚逃げられたのでは。あ、いや、取れた取れた。オッケーオッケー。じゃあこっから北に抜けるのはまあいいとして、さっきの道なんか側面に別の道があったからさ、それも行ってみよう。茨怖えな。こっから向こう側ですね。はい。トゲトゲ、うわ、いいけどね。私にはそれを、はい、やり過ごす方法がある。燃えとらん。さあどうだ。よし。ああ、君か。はい。迷いの落とし物ありがとうございます。いろいろ素材が手に入るだけか、ここは。まあでも迷いがいただけでもまあいいでしょう。で、よいしょ。オパール、ありがとうございます。オッケーオッケー。まあ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 、こういうのはいくらあってもいいですからね。さあ、さっきの場所まで戻ってきました。ここから先に抜けていけばいいと。どっか道が分かれたりとかないですか。大丈夫、大丈夫そう。雪、寒そうだね。急に寒そうになったね。はい、一本杉のところって言ってたな。はあ、ここでも何やってんだこいつ。何
何してん。え、僕が支えますから。あ、君はこの前手伝ってくれてありがとう。僕はここにも榎田社長じゃなかった看板を立てるために頑張ってるところだよ。この寒さにも負けないよう特製おにぎりも食べてあるんだ。ただこのままだと他の看板を立てに行けないんだよ。どうしたらいいんだろうっていうことだけど、素材なくね。え、素材あんのこれ。ないよね近くに。危な。え、雪山で抑えることとかできるかな。なかなか難しそうだね。向こうから木箱を持ってくるしかないかな。木箱だよなあれな。木箱ですね。お前も飛びかかりしてくるのかい。痛い。兵士のやり欲しい。松明はどうでもいい。お、いた。めっちゃ暗いやんけ。ふう、危なかった。料理適当に食べよう。で、宝箱がある。はい、ほっ。ツバメの弓。リト作り一般的に使われている弓、空中で射撃に適した工夫が剣されている。普通の弓より少し早く引き絞ることができる。へえ、じゃあこれと入れ替えようかな。で、かつこれも待って、墓地から出す。はい、でこうしよう。で、どうしようかな。兵士の弓とか欲しい気はするんですけど、ほら燃えながら飛ぶんだあれ。へえ、壊れたらしいです。長い棒より兵士の槍でしょ欲しいのは。よし、よかったね。で、こいつらな、こいつらを多分持っていかないといけないんじゃないかなと思うんですけど、これちょっと持っていこう。こんなんで抑えてられるかな。めちゃくちゃなんか周りに置かれてるけど大丈夫。ちょっとこれで、これで、うん、はい、いけるか。抑えられてる。なぜこれで抑えられてるかわかんねえけど抑えられてる。なぜこれで固定できてしまったんだ。はい、よかったね。固定する方法をだんだん上手になってきたなお前。はい、明るくありがとうございます。はい、特製弁当ありがとうございます。はい、どうも。はいよ。はい、ふう、 OK でーす。雪玉が転がって、これさ、くっつけた状態でさ、高いところから落として
壊れたりとかするのかな。えい、一つだけか。そもそも硬いところを持ちていない説。壊れないねお前。まあいいや。じゃあ一本杉っつってたけど、あれは遺跡どこだろう。うん、まあ、とりあえずマップが指し示してるところの方に向かえるように頑張るか。思うんだけどさ、混乱するやつ、混乱するやつ、混乱するやつもうないっけ。あ、なさそう。明かり、混乱あるじゃん。手を構えたかばっかりに。なぜ、なぜ着地をしなかったんだ貴様。どこ、どこ、ここか、こういうところからスタートするのね。どんどんでっかくなっていくっしょ。で、雑魚敵はもういないんですか。違う、武器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 で、片手剣しかない感じか。なるほどね。そんなんなる。ゆっくり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 。あぶね。で、料理料理何食べよう。そんななんかあるわけじゃねえな。おっと、ちょっと待って、あの変なやつが来てるんでやめてもらっていいですか。ポーチもう取れない。でも終わったな。電気いいですね、ありがとうございます。これ捨てとくか。ほい、オッケー、ありがとうございます。お、よし。ロケット盾無駄に使っちゃったけど、まあいいでしょう。でこれはなんだ、ようわからんが、こういう時はこれを使うに限るか。使えるの、しかし使えるじゃん。 OK。
はい。これ何なんだ。炎でなんとかなるかな。壊れた。うわー、敵だ。敵が眠っていることあるの？へえ。手に持つ。そういうのもあるんだね。手に持つ。はい。で、置く。まあ、本来こういう使い方が。あらららら。おい知らずが！まったく。つららコンボ。何つららコンボって。何それ。つららを、つららもビルドするとこんな風になるの？旅人の剣とつららでこんなんなるの？おもろ。で、一本松どこやね？一本松からだいぶ離れたんじゃないか、これ。看板立てた場所。あれ？ん？待って待って。冒険手帳開く。北に見えるシャリバオだけにある一本杉の周辺。待って、そのシャリバだけがどこにあるのかわからん。違うのか。これをさっき、ギザンだったっけからお話を聞いた場所か。じゃあずーっと北に登っていかないとダメなんだな。あれか。いや、でも、あれかって言って俺最初移動してたはずなんだけどな。まあ行ってみるか。向こうに空に続いてるところがある。ここはなんだよあれ。あ、いた。油断した。くそ、あいつめ。どうした。リンク、どうしてここに。いや、その実はあいつに大事な意味取られちゃって。マジか。あらららららら、ほらあいつだよ。なんとか取り返したんだ。力を貸しておくれよ、リンク。いいよ。本当？ありがとう。おいらね、自分の狙った方向に強い風を吹かせることができるんだ。パラセールでその風に乗ってくれれば魔物のところまで飛んでいけるはずだよ。強っ。リンクが合図してくれたらおいらすぐに風を吹かせるからね。うわー、何これ。チューリの風を操る力。チューリからオーラが出ているときは前方に突風を起こすことができる。パラセール中にこの突風を受けることで加速することができる。いい風が来てる。いけ。すごい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 。マジかよ。来た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 。オッケー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 。これだこれだこれだ。あとあれ倒せちゃえばいいんだろうと思うんだけど、ちょっと待って。めんどくさいねこれね。めんどくさいからあれやろ、あれやろ。目玉使おう。よかったね。おお。はい、やった。助かったよリンク。おかげで夢を取り返せたよ。まだいるよ。ああ、また来た。まだいたのか。ちょっと厄介だね。もう油断するもんか。リンク、今度はオイラも一緒に戦うからね。一緒に戦ってくれるんですか。すごーい。すごーい。ほら、武器を落とせ。武器を落とせ。危ない。かっこいい。マジでお前、そんな。トパーズがなくなった。素晴らしい。やったね。見てよリンク、ここってん、やっぱりここって魔物の根城だったのかも。なんだなんだなんだ。過去？違う。ん？なんだ？風の音？違う、そうじゃない。今のは風なんかじゃ。おい。あ、パパン。族長かな。ああ。ちょっと怒られるかも。あ、
ハーツさん、リンクとチューリー、見事な連携だったな。え、ハーツ見てたの？う、恥ずかしい。おいらギザンが止めるのも聞かずに勝手に飛び出して、その挙句大事な指取られちゃってさ、素直に言うね。自分では一人前だと思ってたけど、おいら一人じゃきっと取り返せなかったよ。うん、今回のことで気づいただろ、なぜ自分がひな鳥扱いされていたのか。うん、仲間と協力するのって本当に大切なんだね。父ちゃんがいつも言ってたことがおいらやっと分かった気がする。いや、あの、実際ね、ボコブリに弓で狙われてる時にね、相手が弓放つ前に弓で撃ってくれたのめっちゃ助かった。しかし一体何があったのです？戦闘中に弓を奪われてしまうなど、中理らしくもないのでは？そうだ、ゼルダ姫、おいら見たんだよ。魔物がゼルダ姫様を襲ってて、助けに行こうとしたらあの雲の上舞い上がっていっちゃったんだ。おいらそっちについ気を取られて油断した隙に弓を。ああ、何？ゼルダ姫様が雲の上に？本当かそれは。にわかには信じられんが、ここで考え込んでいても拉致が開かない。ああ、チューリ、リンクはゼルダ姫様を探してここに来たんだ。お前はリンクに同行して、その姫様が舞い上がっていったという雲の調査に向かえ。え、ずっとダメだって言われてたのに？ああ、俺がここに来る前報告があった。この吹雪の原因はやはりあの雲の中にある可能性が高い。うん、急ぎ内部を調べたいが、暴風の影響で雲の横からでは無理。一番てっぺんまで上がっていくしかないんだが、この大空の空を越えてそこまでたどり着ける者はリト族にもいない。ただ一人を除いてな。ああ、チューリー、今のお前ならやれる。強い風を自在に生み出せるお前の技と力、仲間と協力する大切さを理解しさえすれば、チューリこそがリト族一の戦士だ。ああ、お前の父ちゃん、テバがずっと前から言ってたことだ。父ちゃんがそんなことを。おう、テバには俺から伝えておく。リンクに同行してゼルダ姫様の行方とこの吹雪の原因を調べてこい。ああ、おいら行くよ、リンクと力合わせて。リンク、おいらヘブラ山の山頂近くの空を浮かぶ島でゼルダ姫様を見たんだ。まずはそこに行ってみよう。お、リンク、チューリー、頼んだぞ。いいね、そういう展開好きよ。木の棒、両手剣はまあいいかな。ボコブリンの角、普通に同行してくれる。嬉しい、ハヤブサの弓。はい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 、弓か、弓、もうこれももうゴーレも弓もそんなに強くなくなっちゃったかな。こんなもんすかね。はい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 、じゃあ軽くお話聞いて終わろうか。あの雲の上には我々の調査も及んでいません。十分に備えて向かってくださいね。ああ、お前たち二人が力を合わせればきっとやり遂げられるはずだ。手番には俺から伝えておく。だから心置きなく行ってこい。でっかい土産を待ってるからな。よし、なるほどね。すげえ、こんなことできるんだ。でこれ多分さ、ずっとさ上に登っていかないとダメなんだろう。リンクが上に登るってことはそういうことだもんな。登れないんだが、あ、登れた。宝箱、山頂ってあそこだよな。ゾナニウムの剣、トパーズロッドとかもいっぱいあるからな。まあこの辺一旦捨てるか。槍好きだけど、槍ばっかりにこだわってるわけにもいかんからな。いい風が来てる。ごめん、いいや。すまんすまん。 OK、 じゃあ今回こんなもんかな。で、待ってね。よし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 、山頂まではそんなに難しくなさそうだけどね。山頂まで行って終わる？待って待って、なんか変なやついる。いや違う、普通にゴーレムか。あれはうわ、何あれ。ちょっとチューリの勇姿を見てみるか。
までさすがに届かんやろ。行くぞ。よしよし、ほらよ、ほら、いた。普通に痛い。ゴーレムの角、中東、兵隊ゴーレム中東の東部にあるナタノヨナツの小枝の伐採や草花の刈り取りを向いた形状、攻撃力がそこそこ上がって、そんなのもあんだ。ほらよ、はい、終了。楽だね、戦いが。OK、 じゃあ今回はここまでにしましょうね。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録高評価をよろしくお願い。うわー、まだいた。強っ強すぎませんか。はいはい。じゃあまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。